じゃない、ちょっとちょっと。ウルトラマンとセブンの登場です。そしてさらに今回初お披露目となりますエースにもご登場いただきましょう。木村さん、ちょっと聞きたいんですけど、もう世界初エーススーツが登場ですね。俺も初めて見ましたね。いかがでしょうか。かっこいいじゃない、ちょっとちょっとかっこいい。あとやっぱり3人揃うと迫力がね、もう圧巻ですね。いや嬉しい。それではフォトセッションを始めさせていただきます。木村さん、ご移動をお願いいたします、はい。ありがとうございました。木村さん、最後に作品を楽しみにしているファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、まずは本当にお待たせいたしました、というか僕もね、僕らもみんな待ちに待ったシーズン2なんですけれども、先ほどね、あんまりこう強い言葉を使わない監督たちが本当にいいものができているっておっしゃってるのを見て、僕も収録中から感じてた、あ、これ面白くなるぞって思ってた予感がなんか形になっているんだなというのを感じました。聞くところによると、年末というのも相まってね、本当に今現場は大変なことになってるらしいんですけれども、きっと今皆さんがね、楽しみだってこの宣伝というかね、僕のステージを見て楽しみだと思っていただけたら、それがきっと彼らのものすごい力になると思いますので、どうぞシーズン2、ワクワクしながらお待ちいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。改めましてアニメウルトラマンシーズン2は2022年4月ネットフリックスにて全世界配信となります。どうぞご期待ください。木村さん、そしてウルトラマンセブンエース、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。